濃厚接触するんじゃねえよ。はい、わかりました。前だね。あ、うちも、はい、2日ぐらい前からか、金曜日が1回、あ、木曜日か、在宅訓練って言って、ね、1日在宅にして、まあ、職人もできるだけ3人1組でチーム作って、はい、そうですね、やっぱ大変だな、はい、今日誰もいないですもんね、職人休みけど1チームだけです。あ、マジ、もうあとはもう在宅にさせます、在宅ワークさせます。在宅ワーク、ね、足場の職人何やったってお前バカか。図面の拾い出し。今日はあのサムネにもあったと思うんですけど、はい、こういう時だねじゃない、どういう動画撮ろうかって、今資材置き場ね、資材置き場で撮ってるんですけど、まあ、はい、こっちのどっちかが、まあ、コロナウイルス感染してたら、まあ、ここで撮っとっても映るけど、まあ、あんまね、そこまでやっちゃうと、長なるね、はい、これ多分3ヶ月、4ヶ月になるんじゃねえかなっていう話だで。はい。なんで、まあ、ちょっとこういうところで動画撮って、まあ、ちょっと真面目な話をしようかなと思ってます。はい。今日の話は、はい、まあ、その、まあ、職人さん結構見てくれてるんで、まあ、今後独立したい。はい。うん。まあ、お前も独立したいって言いに来たな、一回。独立したいですね。うん、なんて言った、俺。はい。なんて言った、いいよで、まあ今日単価とかいろいろそういう話をしようと思うんですけど、じゃあ まず1個質問として、はい、まあ、いくらぐらいだったら足場の職人で独立できるの、いくらぐらい、でも、まあ、最低、うん、最低型でもその例えばまあ2人、うん、まあ、1人2人、まあ、何人使うかにもよるんですけど、うんうん、まあ、1人2人なんで、まあ、その子たちの給料プラス、まあ、自分の、まあ、2、3ヶ月分の給料ぐらいですか、うん、あれば最悪、まあ、あの2ヶ月遅れとか3ヶ月遅れってザラじゃないですか、今のご時世でも、うんうん、で、まあ、その2、3ヶ月立て替え分の給料さえあればやっていけると思うんですけどね、まあ、その携帯にもやりますけどね、うんうん、やっぱまあ手間受けでやるのか、うん、妊婦出しでやるのか、うんうんうん、それとも本当に請け負いでやるのかっていうのでだいぶ全然変わってきますけど、うん、請け負いでやるってなったらもう何千万ってっていう金が多分必要になってくるんで、トラック買って、うん、資材買ってとかで、まあ俺クラスじゃないないやそれは、まあそうですね、まああと僕クラスぐらいですかね。給料制だよお前、会社の経費で。会社の経費、そんなに権限持てよ。独立するのに何がいるんかな、まずそのまあ携帯にもいるけど、トラック持ちだったらトラック、まあ、そうですね、トラック、それトラックがいくらぐらい、トラックはまあ中古で買えば200万ぐらいであるんですけど、2トン車 ?3 トン車、まあ、2トンですね、2トン、まあね、3トン4トンでもまあ程度悪いやつとかあったらもう200ぐらいであるんですね、100万、まあ、大体でも100万から200万ぐらいですから、うん、トラックは。足場材は、足場材はまあ相当高いですからね、まあ俺クラスだと億単位に持ってるけど、また叩かれるよ俺、オクターブもう半分これ冗談だよね、ちょっと視聴者を盛り上げようと思って言ってるだけなんで許して本当はそんなに別にアピてないよ俺アピらんでも持ってるから足場資材で、うんうん、どれぐらいだろうな、まあ1件大体リースとかで借りるともう十何万いきます、十何万、はい、うん、まあ、ちょっとこれ最後にね、金の話、単価の話とかはするんですけど、まあ、ちょっとまずかかるものから今話しとるんですけど、はい、他には何がある、他にはもうガソリンとか、まあ、ETC、うん、高速代、まあ、ETC ガソリン高速代知れとるもんな、知れてますね、まあ、5万円ぐらいもんだもんな、まあ、そうですね、なんでまあ3ヶ月分あったって、だってトラックと、まあ、資材置き場がちょっとかかるけどね、はい、まあそうですね、ここは大きいで高いけど、高いですね、でも大体資材置き場なんか田舎の方行けば大体10万からまあ20万ぐらいでありますもんね。ああそうだね、その1人2人でやるようなところだったら、ああ、うん、でまあ最悪そこは持たんでもいいけどね、仕事をもらってで仕事をもらったところに俺究極はこのいいんじゃないってリース会社でやっぱきちっとしたところで借りると、はい、結構なんか基本料とかなんかいろいろあるじゃん、そうですね、最初のなんか手数料みたいなのが結構かかるから、はい、で口座もね個人だと多分作らせてもらえんから、はい、あのやっぱちゃんと足場やっとって、あのそれこそね、あの信用があるところがあれば、うちだったら例えばうち下請けで入っとるね職人さんとか足場材貸しくださいって言ったら貸すもんね、貸しますね、うん、貸すだけ電報しほんで、まあ、はい、お金もらうよ多少はね、だけどそのリース会社で借りるよりは全然安いんじゃない、全然安いですね、うん、で面倒くさくねえじゃん、なんか材料チェック検品で、はい、ボキって俺とらお前それはあかんぞって言うけど、はい、まあ、ある程度ペンキついたってね、そう怒るわけでもないし、はい、うん、で数だけちゃんと出してでいつでも好きな時に、あすいませんちょっと足りんかったのに取りに行っていいですかって、ああええよって、自分取ってけよって、やっぱやれるぐらいの人間関係を作ってからでもまあ遅くはないよな。じゃあ独立するのはいいよ、はい、まあ焦るなよってことだよな、はい、まあ、いきなりトラックもバーンって買って、はい、そんな焦ってトラックなんか買わんでもいつでも借りやいいんだもんでさ、そうですね、うん、だって月に1回か2回しかトラック使わんかったら買うのもったいない、損だもんな、まあ、そうですね、うん、で焦ってみんな買った方が得、リースで借りたら経費かかるでって思うかもしれんけど、とにかくリスクないように動いていかなあかんもんで、はい、うん、だったら俺だったらもうトラック買わんかな、
まあ、僕もでも買わんすね、うん、まあ、借りて逆にもう手間受けでやるっすね、僕だったら。ああ、まあそうやな、もう資材も抱えずに、うん、で月の半分以上とかトラック必要になってきたら買えばいいんじゃないかな、うん、俺もだって結構最初ずっとガタばっか買っとったもんな。そうですね、最初中古ばっか買っとったっすけど、やっぱその何でしたっけ、安手の小捨てのうちでしたっけ。全然違うわお前、俺手の筋力が緩んだわお前。安手のコネトのうち、安手の小捨てのうちでしたっけ。違うって、安物買いの税入しないだろ、ね、お前な、一個も張ってねえよお前。いや俺もう分かったわ安手の小づちのうちって、なんかそういう言葉がありますよね。安物買いの税入しないな。あ、そうっすね、一個も合ってないよ。一個も合ってない。合ってるとか一個もない。でも、それと一緒でやっぱり、あれですもんね。中古のやつ買っとったんですけど。バカだろ、バレるやるやろって、お前。大丈夫です、もうバレてますよ。視聴者には。視聴者皆さん、僕たち、バカです。中卒でごめんなさい。まあ、だけど仕事だけ一生懸命やってるよ。はい。うん、誰も負けんよ、多分。ちょっと中古で買うともう分かんないんで、うん、結局まあまあそうだな、すぐ壊れるやつすぐ壊れますもんね。うん、まあそれはあるな。そっから新古車とか買うようになったんですよね。新古車とか、あ、そうだな、新古車とか買って、まあ新古車も結構安いけど、まあだけど一定もなんか数十万しか違うな。まあお金そんなあるやつが言うって言われたらそれまでだけど、やっぱお気に入りで買いたいよ。お気に入りっていうのはその部品とかも自分たち用があるじゃん。はい、まあ、お客さんによってはね、大型ばっかり行く子だったらワイドロングでもいいとか、はい、細い方がいいとか短い方がいいとか、はい、自分のところの駐車場にこう収めたいもんでとか、はい、まあ、いろんな仕様があるじゃん、はい、だって前が足早が使ったやつも限らないしね。まあそうですね、足早だったらこういうのが欲しいなっていうのと、はい、やっぱ違うもんな。違うですね、新車で作ったやつは全部、まあ、それ専用できとるもんな。まあみんな喜んでますもんね、やっぱ、うんうん、使いやすい使いやすいって、まあ、そうだよな、はい、まあ、実際ね独立するって言ってもそのすぐはなんだ、自宅でできるし、そこからなんだ、あの独立を進めるわけじゃないけど、まあ、こんな時期に独立したらまあしようがいいと思うけど暇やね、まあ、それそんでもお客さんがおるっていうんだったら、まあ、はい、自信持ちゃいいけど、はい、うん、でそのまあ仕事がありゃ、まあ、まずは1日、まあ、1万でもいいんだよ本当に。まあそれ叩かれるけど、また1万そんな安く使ってもうちの従業員でも高いよまあそんな言ってもかからんってことやな。じゃあそんなかかんないですね、まあ、独立の本当携帯によるっすけど、やっぱりまあ資材抱えてとかどの頃でいきなりやり始めるってなったら金かかるっすけど、うんうん、まあ一番初めはそこまで別にリスクしょわんでもいいんかなと思って。まあそうだよな、で、まあ、後輩だけ集めれや別に最悪な。そうですね、友達とか集めて、うん、で仕事できん子だったらできん子で、まあ、単価下げてもいいんで使ってくださいって言えば、もう何本でも使ってくれると思うよ。そうですね、それを同じ単価くださいって言うもんで、まあ、アホかお前って使ってもらえなくなっちゃうんですね、うん、ってなっちゃうけど、はい、うん、ぐらいじゃないかな、まあ、そんなウィンウィンだもんね。で、まあ、単価がどうとか、まあ、アンチコメントが書いてあるの、まあ、気分がいいと俺あげてあるんだけど、まあ、そんな気にしんと、はい、あの聞いとって素直な気持ちがある子だったら、その商売ってウィンウィンだからさ、最初からなんかお金欲しいお金欲しいってお金ばっかり走るんじゃなくて、はい、俺はもう商売やって、俺はでもそうだもんね、ガイドブックじゃ無料でプレゼントしたり、見積もりは無料でやるってことはもう経費かけとるわけじゃないですか、はい、それで断られるってことはもう何万円も損失が出るわけよ。だけどまあそんなこと言ったら商売にならんもんで、ね、やっぱ損して得取れってなってかなかなとは思うけどね、はい、うん、まあそれプラスじゃあ今度じゃあ独立で客からもらえる単価、これ気になるよね、はい、じゃあいくら実際もらってんのかな。だいたい足場って単価ってどれぐらいなのかな、まあ、相場で、まあ、ほんとまあ簡単に平米がだいたい500円前後ですね。500円だったらでもそう悪くないよな。悪くないです、500円だったら、うん、もう550円とか、まあ、ただその一段手すりの民間だろ。そうです、民間ですね、うん、手すりが2本とか、あの幅木、ああいうのをやってくれて、はい、うちもまあそういうのあるんですよ現場、はい、でまあ、そういう現場はまあ安全帯もきちっと使わないし、もちろんだから撮影できないじゃん、だからそういうのはやってないけど、幅木とかそういう現場ももちろんたくさんあるんだけど、まあ、今半分ぐらいそっちの現場で動いてるもんな。半分大体そうですね、うん、とか新築やったことねとか、変なクソアンチみたいな、ね、コメントを入れてるんですけど。誰だ、またお前か、お前なのかお前見てるのか、新築なんか、新築なんかバンバンやっとるて逆に新築の方が簡単だしな。新築の方がそうですね、まあ、早いですしね、うん、2人でも半日かからんし絶対、うん、図面見れんだろうって言って、はい、自分たち、うちなんか図面自分たちで描くのに。そう図面見れんかったらおかしいやんけ描けんやんけ、まずそうそう、まあ、新築改修だったらどっちが儲かるとかどうなんだろう。僕はでもやっぱその今僕改修とかやってるんで逆に、うんうん、新築のばらしって結構やっぱ時間かかるんですよ。なんで組み立ては早いんですけど、うん、やっぱ隣接してたりとか、新築ってやっぱ分譲とかだと思うかるんですよね。うん。やっぱ2軒、何軒も3軒バババって、ね、3軒とか建てるんで、うん、で1日で組んでこれるもんな。3人とかでじゃあ3軒組んできたりとかっていうのもあるもんで、うんうん、だけどバラシがやっぱりその分
やっぱ隣接してるんで狭いところを結局通るわけなんで、うんうん、新築のバラシってめんどくさいんですよね。ああ、そういうことな。こう密集したりとか分譲とかでバラすと、うん、なんで僕ら逆に回収やってるんで、僕がそのやるのはいつもやっぱり新築の組み立て行ってからその回収のバラシを行かせると二人で全然ちょうどいいぐらいなんですよ。ああ、そういうことな、うん、そうすると新築とあの回収だったらその単価はどうなの。一回同じ300平米ぐらいの戸建てだったら新築の方がいいですね。やっぱり新築は値段いいの。寝かせる期間が長い。ああ、足場材のリース料があるってね。そうですね。手間受けになるとまあ今こうやって見とって、まあこれから独立したいなと思う子は多分単価は下がると思うよ。単価は変わらん。あ、そうですね。うちでもし外注に頼むとしたら下げる。と新築ですか、うん。新築はでも下げますね。あ、やっぱ下げるよな。やっぱりその分の金額が乗ってるだけなんで。まあ物件にもよるか。まあ物件によりますね。組戸建てだった戸建て3軒の分譲だったらまあその一撃でいけるだろうみたいな話だもんな。そうですね。なんでまあそこからじゃあ5000引いてまあこれでやってよとかっていうのは、うん、金額言うな。いやいや今これザクッと今ザクッとですザクッとですよ本当に、はい、言えんだろうそれは。それ言えんか。連れとかにもおる。連れもう友達は逆に足部屋さんいないですよこの友達。ああもう今いないか。もう20僕も8なんで、うん、もう大体もう21歳ぐらいでもう現場仕事無理だわっつって。なんで俺二十歳超えてまで現場仕事しなかんの。大体逃げてくやつが多いっすよ。二十歳超えたら卒業。二十歳超えたら卒業。そうやって限ってサラリーマンやってるっすよ。ああ、だからどっか突き抜けてかんとも偉いってことか。やっぱそうですね。うん、まあそうやって思うと今足場やってる子考えさせられるわと思うから。ね。まあでもまあそれが事実なもんでね。別に、うん、俺もそう思うの。本当にまあ俺も従業員に言っとるのは、いやこのままお前ら職人やっとったら。終わるぞじゃないけど、いろんなこと打ち合わせができるようになったりとか、はい、ね、あの現場の職長できるようになったりとか、いろんなことがやっぱ自分の中にスキル身につけてかんと、はい、まあ、確かにそうだよね。だでやっぱそれかはもうお金貯めて独立するからね。常用っていうのは一人な手伝いで言ったら、はい、手伝いみたいなもんだもんな。そうですね。で1人1人いくらなんだろうけど、もともとみんながやっぱ会社から行くもんで、その常用単価とか知らないじゃないですか。うんうんうん。だから本当にその明日応援行ってきてくれで、あ、分かりましたで行くぐらいなんで、うんうんうん、じゃあ今日僕らも応援行かしたやつがじゃあいくらでとんかって知らないんで、うん、まあ、基本的に常用単価っていうのはもうバラバラですけどね本当に。うん、まあそうだよね。だって下は1万8000円、1万6000円でもあるとこもあるでしょ。そうですね。だけど上の方行くと2万5000円、3万、うん、まあ俺がちなみにこういう話があったんだけど、一般のお客さんで営業も抱えとって、うちは見積もり依頼もらって、はい、一般の人に塗装行って、じゃあ1万6000円かなんかで塗ってくれって言われて、はい、1人ね、はい、で常用でやってくれって一般の人がだよ、はい、で俺はもうそれ断ったんですよ。はい、なんで断ったって、うちそんなに給料安ないですよって言って、まあ給料も安ないけど社会保障もあるだろうし、はい、じゃあましてやもし給料が1万6000円でね、それでも俺がじゃあ1万6000円で仕事を受けるかって絶対受けるわけ、うん、それはじゃあ1万6000のこの人を育てたのに、もう何人もやっぱいろんな人を一生懸命この一から育てて、うん、その商品じゃん俺らって職人って、はい、そうっすね、でそれをなんで1万6000円、まあ、最低でも2万5000円ですよって言ったことは一回あるけど、はい、まあ、そんなの当たり前のことや。そうですね。職人がでも。だったらもうその辺の土工さんかなんかさ、土工さんじゃ土工さんに失礼だけど、その妊婦出しみたいな、あの、名古屋で笹島って、ね、日雇い労働者みたいなところがおるとこあるんだけど、まあ、今ないよ、もう。大阪で言ったらなあった西成ですね。西成って、まあ、有名なとこあるね。はい、今はおるんかな。今なんかあっても、なんか問題になってるらしいですね、なんか結構。ああ、そう。はい、まあ、日雇い労働者みたいな人間だったらわかるわ。うん、だけど、そんなもう一発の職人で、ね、あの塗装でもそうだね、最低でも10年って、ね、言われるのにさ、まあもちろん10年経ってない子もいっぱいおるけど、あのそんな1万6000円とかでやれるし、ただ自分たちが独立した時にいくらでやるんかって言ったら、給料に毛が生えるレベルかもしれんけど、16か18か、 でそれ今言うと俺また叩かれるけど、でなんかその上が儲かる仕組みになってるってちゃうんだ別に。 俺もだって29から会社やったもんで、そっから始まっとるんだって。バカみたいなこと言ってたかん。売ってかなあかんすしね、自分で独立したら。そう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 、まず自分っていう商品を、うんうん、で自分が商品だもんで、仕事さえできや、あの俺は腕だもんで、なんぼでも仕事が来るんだわ。そうですね。でそうやって順番順番にやってくるのに、いきなりじゃあ僕はすごいからって、誰がキャバクラ行ってもだって入り口で可愛い子がおっても指名しんだろ。そうですね。僕たまにします。俺もね。俺もね。だけどたまになんか 無名なブランドを買わないですね。例えば無名のブランドで2万5000円のやつ買うか。そうそう、本当そうなんだ、うん、でそこはまあ、そのまあそういうコメントをね上がっとって、そういう気持ちになっちゃう人もおるもんで、まあ、伝えてあげたいけど、
まあそうではないと思う俺は、うん、俺は最低でも自分を売って、まあ、ずっと赤字でやってきてじゃないけど、はい、まあ、今でもそうだね。じゃあ塗り替え道場っていうブランドを作った時もそれは規模がちっちゃいもんで、ほら赤字よ。協力業者さんもそうだよね、なんでお前のところの仕事なんかしなかんのだもんね最初は、はい、じゃあそれなりの単価も払ってやってもらって、お客さんからはねそんなに取れへんじゃん。だけど今はある程度ね知名度もついてるから塗り替え道場さんで仕事したい、まあ安いけどって言われる時もあるけど、はい、まあまあだけどね、きちっとした単価じゃないけど、まあね、きちっとみんなが飯食えるような、ね、きちっとしてからかんでね、はい、まあそんな感じですよ。まあ今日はそんな話です、はい、まあ、勉強になりましたでしょうか。まず単価の話と、まあ、単価結局あんまり言わんかったな。単価あんまり言ってないです。お客さん的に手間受けで、まあ、末端でどれぐらいだと手間だと肉、まあ、受けて受けてですか。まあそれは高いとか安いとかあるだろうけど、まあでも受けて、まあ、うちはねあんまり受けさせとらんもんね。3万4万ぐらいになるんじゃないですか手間で。手間です。ならんでしょ。いや、なります、なります。なんかあの扱い悪いとかベトナム人って言ってどの頃とか言うけど、はい、めちゃめちゃうちよくしちゃっとるでね。しかもめちゃくちゃフレンドリーですしね、みんな。しかもめちゃめちゃ偉そうだしな、あいつは。社長そこ邪魔とか言ってくるでな。いや、お前ら言ってたけど、なんかいいふりしとるとか、なんかコメント言ってくるけど、別に、なんかいいふりもしないけど、あいつら寄ってくるわ。そうですね、逆に寄ってくるしね。日本人、外国人じゃないもんね。まあ俺も経営者だもんね、一線引いてるしね。それは寺道に対しても、その他の社員に対しても、やっぱり俺は社長だからさ。だけど、じゃあその中で、どうやって仲良くみんなで、盛り上げていくかっていうのは、まあ、大事なことなんじゃないんですか、はい、とは思いますけどね、はい、私は。そんな感じです、はい。まあ、勉強になりましたでしょうか。まあ、質問を飛ばしてくれたらミッチーがコメント欄の返信してくれるの。返信します、はい。今最近こいつ結構ちょっと落とすの手伝ってよってコメントね、はい、あの承認落とさんと表示されんもんで、ね、みんなに、はい、してよって言ったらドラッキーちっちゃいもんね、お前。ずーっと落としとるもんね、こっち。コメント見てる見てる。いや、違う違う。見たいんですよ。見たいんですよ、うちがの。見てる見てる。そう、すごい見てるな。寺西くんキモいって書かれとったら速攻上げますからね。そういうのめちゃくちゃ欲しい。まあ、そんな感じです。また、はい、勉強になるもの、ちょっと頑張って撮ってきますんで。はい。楽しみにしておいてください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。また見てねー。また見てねー。